8月13日朝顔観察12日目です。12日目になりまして、こちら朝顔ちゃんは真ん中から新たに生えてきた産毛が美しいですね。ルコウソウくんはまだまだ伸びて、つるが巻きつけやすいように割り箸をぶっ刺してみました。今日も歌を歌いたいと思います。本日の曲はフジファブリックでロマネ。曖昧なことだったり優しさについて考えたしたら、頭の回路から待って眠れなくなってしまうよ。そうしたら本を読んでも哲学について考えてもダメだね。そんな日にワインを飲むんだ、赤くなっちゃってちゃっちゃっちゃっちゃ。覚めて虚しくなる君を思う日がある。眠りに落ちたなら見つめていて、エアコンつけるのもいいけど換気はこまめにしろよ。